どうもお疲れ様です。そっかじの久保ですえ。今回ですね、この野党も与党も茶番だというね、プラカードを議場で上げて懲罰になってしまった櫛渕マリさんですけども、この一枚の紙切れを数秒上げただけでね、10日間来るなということになってしまったと。そして党員停止という処分があったということは、次の段階ってのは除名というね、まあ、この前、 ガーシーシ議員が除名されましたけどもああいうふうなことがねもう簡単に行えるようになっちゃったんですよねうん民主主義の弱点っていうのは間違ったことでも多数決が優先されるっていうことですよねでも私たち日本国民ってみんな普通の人じゃないですか普通の人がみんなで普通の判断を下すと間違ったことも当然ありますよねじゃあ国会議員の方がね とかく選択において優秀なのかというと、個人的には優秀な選択をするでしょう。ね。今だけ、金だけ、自分だけ。そういうふうなね、個人的な選択肢は、まあ間違ってないと思いますよ。でも、多くの普通の国民を導いていくことには、その手腕って発揮できるのかなとやっぱりね、全く収入も我々と桁違い、そして、身の回りにいる人は、 生活に困らない豊かな人ばかり。それじゃあ、分かん、私たちの感覚って分かんないですよね。でも、令和新選組の皆さんは、不自由な方とか、困ってらっしゃる方に、しっかりと目を向けてらっしゃるんで、私たちの痛みを国会に持ち込んでくださるわけですよ。櫛渕真理さんの、あの野党も野党も茶番だというプラカードは、まさに私たち国民が、訴えたいことを国会に持ち込んでくれた。 国民の声そのものじゃないですか。さあ、そしてですね、画面切り替えて、ちょっとね、面白いギフってのがあるんですよ。GIF ってやつがね。これ見てください。まあ、プラカードをね、ドイツもこいつもよく準備したなと。これ誰が作ったんだと。こんなことをプリントアウトするのにね、税金使うなよ。という感じでしょで、ワンワカワンワカ、うなった挙句、誰一人懲罰にもなってませんよ。まあ、つまり、 多数派はそれは正義になり、少数派がやるとそれは弾圧されるというね、恐ろしい仕組みです。串渕真理さんが懲罰を受け、この扉の向こうにいる、まあ品格もおおよそ品性もないようなね、動物園みたいな人たちのところに入らずに扉を見つめている姿がなんとも々しいじゃないですか。このガードマンさんは、 誰が正しくて何を守っているのかご存知なんでしょうかね。はい、そして最後におまけです。河野太郎大臣がなんと大きい外相に頭を下げていらっしゃいますね。この姿勢を私たち国民には全く見せませんよね。つまり中国人にはこうやって頭を下げる。中国の権力者に頭を下げる。我が国河野太郎さんの守るべき日本国民には ふんぞり返って、召喚外です。召喚外です。召喚外です。ブロック。ブロック。所管外です。ブロック。お前も大きい外傷ブロックしてみろ。ということですよね。まあ、河野太郎さんってのはね、日本人を殲滅して、減った分だけ、中国人をこの国に住まわせて、徐々に長い時間をかけて、中国の一領主にしようとしているんじゃないかなというふうな噂があるんですよね。噂ですね。私も真実は知りませんけども、どう考えても、 日本人よりも中国の人をひいしているようにしか見えませんよね。まあこの方のその態度っていうのはまあお父さんの時代から引き継がれたもんなんじゃないかなと思います。どうも日本人をね、貶めようとして、うん、一生懸命頑張ってる姿が目に映るんですけどね。皆さんどのようにお感じになったでしょうか。えー、とにかくね、令和新選組、櫛渕まりさん、私たちはあなたの行動に感謝しております。それでは。